はい、女性のリアリティさじゃないですかね駆け引きとか特に男性は絶対に見れ,見れない部分ですし、はい、女性は女性で共感したりあのこの人やばいなとかいろんな予想をつけたりとか。うん しながら楽しめるところですかその辺がやっぱ一番この番組の見どころかなと思ってますね確かにファンの時すごい実況してましたお友達とやっぱそうですね今日配信だから絶対集まろうってみんなで盛り上がるのよね盛り上がるんですよねあれが恋愛リアリティ番組というよりは婚活サバイバル番組なんで女性たちのガチ度が違うというか温度がね温度の高さもやっぱり多分見どころですね 差し原さんは共感することもありましたか多いですねやっぱりあれだけ人数がいると誰誰かしらには共感できるというかうあ確かに私だったらこうするかなっていうのが人によって違うと思うんですけどそういう時にあ私はこの子を応援しようとか誰かに共感できるというのはすごく大きいですよねまあ差し原さんの予想はよく当たること <laughs> 鋭すごいねはいまあ我々が分かってないことそうなんですよ視聴者からも2人は全然分かってないってっしょっちゅう言われますけどね、まあその子一家がお別れしたんですよね <laughs> いやバチェラー見てたら結構恋愛力高まるかなと思ったんですけど本当に収録し終えたぐらいのタイミングで <laughs> はい <laughs> 一 <laughs> 人になってしまいましたまだまだ勉強が足りないなとえどのぐらい経ちましたか一人になって今一ヶ月ぐらいですかね引っ越し先を探しているということで、ね、そうです今ガランとした家をね片付けながら引っ越し先を探してます <laughs> 裏,裏バチェラーとしてはね, <laughs> ねそうですね あのうら裏バチェラトークもしてたんで収録中にね、ちょっと危ないんですみたいな聞いてたんでね。お二人に話聞いてもらってたんですけどもね。もたなかった。です放送まで持たず。持たず。生々しいお話。いいんです。バチェラの話しましょう。もう。そうしましょう。はい。としてるな相変わらず。こうさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。うん、かっこいい。皆さんは今回は初対面ではない。ですね前回スタジオトークみたいな。このバチェラジャパンありまして、その時に。 初めてお会いしましたけどもまあね見てくださいよ完璧でしょバチェラーってふさわしいですねやっぱり、えー、ありがとうございますいや背もね、えー、高いんです 180?1 で,、ね、ですから。はい そうですねなんか本当にこんなことがあるんだなと、まあ、海外のシリーズではそういったこともあるとは聞いてたんですけど、うんまあ、まさか自分が、ね、このバチェラーていう立場に立つと思ってなかったんで前回、キャッチフレーズ僕はバチェラーの親友って形で出てたので自分がこっちに出るっていうのは実はあんまり想像はしてなかったんですよね。でも、初めてそのお話をいただいたときに務まるのかなっていう感情半分と。 ちょっと前回のバチェロレッテの旅でちょっとやり残したじゃないけどなんか自分を出しきれなかった後悔みたいなのが正直ちょっとあったので、うん、もう一回じゃあ,あの参加してくださる女性に自分を全部開示して向き合ったらどうなるのかっていうのはちょっと実は。 やっってみたかったか感情も半分はありましたあ,そう、まあ、あのバチェロ・レッテをご覧になった方も多いと思うので、まあ、高校ってこんなやつだったよねっていう印象を持たれてる方は、まあ、少なからずいらっしゃると思うんですがあの多分だいぶあの違うかなと思ってますでもバチェロ・レッテの僕も本当の僕ですし今回の,あの私も、まあ、僕自身は何も偽ってなく本当の自分を出したのでどちらかというと男性は結構共感できる場面も多いんじゃないかなと思ってるので、まあ、そこは一つ見どころかなと。であとこれは 私の勝手な所感なんですが過去で一番女性と僕らの感情がなんか本気の本当頂点を迎えるまで真剣に互いに向き合えたかなとは思うので結構僕自身もかなり感情を揺さぶれたし全然冷静ではいれなかったのでそこはあの視聴者の方にも感じていいただけるかなと思います,すいや今回あのシーズン本当に一番と言ってもいいぐらいあの盛り上がっております。えそしてあまり攻めすぎると ここんんなトラブルも起こるんだとかあと男性なら経験したことのある風評被害ってこうやって <laughs> あのこうやって風評被害って出るんだなっていうのを本当にリアルに見せていただいたんであこういうことかとあの男性ならちょっと少し経験がね,そうですねあるかも女性もあると思うんですよ、うん、女性も風評被害みたいなんてあわれたりすると思うんですけどあこんな感じで。 話って怖かったです、怖かったです、えー、こうやって大きくなっていくんだっていう、ね、そう、だからね、そういういろんな今までにもなかった見どころもたくさんありますから、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、ま本当にシリーズ史上、一番僕も面白いなと思える回でしたし、k o さんのあ僕としての見方は、k o さんのこう立ち振る舞い、言動、すごい勉強になりました。あののー、女性のね 作ってくれたもものを食べるときにそうでもない自分の好みではないあまり正直おいしいものではない時の黄さんの立ち振る舞い言葉のかけ方、これ完璧です、ぜひ <laughs> 男性諸君これを見て勉強していただきたいはい。 えー「バチェラー」はもうワンで私が出演していない時から大ファンの番組なんですけれども今年今回で4回目ということでシーズン44回目ですよねうん、うん、4回目ということであの私参加させていただいてから毎回こういう場所でいや今年が一番面白いですって言ってるんですけど、はい、もう今回が一番面白いでも本当にこの言葉に偽りがないなっていうぐらいうん、うん、本当にあの男性も女性もみんなで楽しめるしかも一人でも今もうツイッターでも すでに盛り上がってるぐらいなので一人でもっあのきっとし楽しめると思いますのでぜひ今回も楽しみにしていただけたらなと思います。